はい、皆さんこんにちは。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、またミニマリストネタなんですけども、あるものをですね、ちょっとシェアしたいなというふうに思います。で、もうこの背景見ればですね、まあわかるかなというふうに思うんですけど、僕のですね、玄関ですね、はい、僕ん家の玄関をですね、ちょっとシェアしたいなというふうに思います。前回物を捨てたりですとか、電気料金見せたりとか、まあいろいろしたんですけども、まあそれと同様にですね、もうドン引きされることは分かってます。はい、理解してます。はい、なので今回もですね、ちょっとその僕の玄関を見て、ドン引きしてもらいましょう。まあこの段階でもう何もないのは分かると思うんですけども、はい、ではいきます。まあ下がどうなってるかですね。はい、下がどうなってるかっていうのをちょっと今お見せします。はい、せーの、ドーンせーの、ドーン。はい、こんな感じです。まあ、一人暮らし用の、物件なので、玄関自体は狭いです。はい。まあ、こんな感じですね。あ、ちなみにこれは、あれです、僕の、なんかまあ、これ気にしないでください。はい、こんな感じです。どうですか？なんか、悲鳴が聞こえてきてるんですけども、早速。靴どこにあるの？とか、いろいろですね。はい。普通玄関には物を置かないの？みたいな、いろいろ、まあ思うところはもうあると思うんですけど、なんか僕の玄関こんな感じですね。で、じゃあ靴どうしたかと言うとですね、靴はこの中にもうしまってます。で、この中は、まあ正直、結構ありますね。で、まあこんな感じになってまして、ここ結構あるんですよ。ここはちゃんとしっかりなんかいろいろ道具が詰まってます。はい。道具詰まってます。はい。いろいろなんか入ってます。はい。なんかここにも機材がいろいろ入ってます。はい。で、ここは何もなくて、で、下に、スーツケースと靴があります。で、上には革靴があります。はい。という感じでですね、まあ、この段階で、もうなんかいろいろと突っ込まれそうなんですけど、なんで靴とカバンと、なんかいろいろ他のその他がいろいろ一緒に入ってるのとか、いろいろ気になると思うんですけども、まあ、これがですね、僕ん家の玄関先でございます。やっぱり入ってくる、なんかね、こう玄関先で家に入ってまず見るところが玄関なので、玄関は第一印象だと。はい、なので、まあ、その第一、まあ、ゲストを呼んだ時にですね、もうドン引きしてもらおうと思ってこういう風にしてますっていうのは冗談なんですけど、まあ、物を捨ててって物をしまっていったらこうなったっていう感じですね。で、こうすることの利点はですね、まあ、掃除がしやすいって、まあ、それだけです。はい、それだけです。はい、まあ、とりあえずですね、まあ、こんな感じで、今日もドン引きしていただきたいと、していただけたと思います。もしですね、ドン引きしましたっていうのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録押していただけるとすごく嬉しく思います。はい、ということでですね、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。